同民レイニンスタートの辺境漁師様、星に。クソ激烈に優秀でお人よしだった筋肉ムキムキマッチョマンの変態野郎だった主人公が政略によってクソ辺境のモンゴルの大草原のような場所の領主になれやということで左遷されてしまう。そこに住んでいた角が生えているデミヒューマンの一族を領民だと保護することによって年下の姉さん女房を捕まえたり、領地で困っている主にデミヒューマンたちを助けたりしながら領地を開拓していく拠点構築系マイクラマンが、角が生えている鬼の一族の生活様式とか文化はまんまモンゴルの遊牧民族という感じだし、その部族の困ったことを解決してあげて義兄弟のちぎりを得て、傭兵として使えないイツヌを仲間にして、ケモナーを仲間にして、自分の元部下を仲間にして、筋肉魔法でモンスターを退治してといったスローライフ漫画。ここからネタバレ。この漫画でクッソ面白い部分は部下の一人がプロケモナーであり、よくいるメジャーな獣人がケモド1だとしたら、そいつはケモドさんのケモナーというだいぶプロケモナーであり、その二人が唐突に恋愛を始めるという感じが部下さんを見つええという感じがベネ。制裁の年下の姉さん女房の設定とかも昭和臭く、昭和臭いノリだったりシキリアの昭和っぽいアニメのヒロインが好きだった子さんの一族好みの作品なんじゃないかな？と思われる。